皆さんお疲れ様でございます。今インスタントで急いで収録を押しました。今ですね、右上の BTC JPY ビットコインが出ております。今ちょうど移動平均線と立ちましたね、してるような状態なので、今回はですね、シグナルが出て次の足でエントリーということではなくて、次の足に行く前にこの今移動平均線に当たったここでエントリーしてしまうというですね、ターボでしかできませんが、やってしまおうという感じになります。ビットコインの5分、ここでもう打ってしまおう。ロー押して、あ、いかんか、ここ今すぐ購入、いつもねワンクリック注文してたんでちょっとこう忘れてもおりました。もう打っております。次の足になるまではもう3分21秒になりますが、この条件整ってたらとりあえず打ってしまおうという感じになります。まあ意外といけるところなので皆さんも参考にしてください。参考にしてくださいってね、勝ってから言えよって感じになりますよね本当にこれで勝つのかよってなるじゃないですか。実際このチャートで見るとですね、過去に同じようなところで買っております。前にねお見せした動画っていうのが、まあ、シグナル以外でですね、水平線と移動平均線がちょっと重なったところで、そこで跳ね返り売りをしてエントリーしたっていうのはありました。また今後ねそういう動画がありましたらご紹介したいと思っております。最後まで見ていきましょう。3210、はい、取りました。ビットコインの通貨でございました。ビットコインは 1.75 倍しかねピアードないんであんまり美味しくはないんですが、まあターボモードのね取引しかできません。それではですね、シグナルがどんくらい出てるかっていうところでちょっと紹介しますが、これはもともとユーロ円のテンプレート、これを今日は本日ユーロドルで表示しております。これでもそこそこ出るんですが、抵抗線近くで全てついてることがわかります。で1回負けてますよね。 95% ってことで20回中の19回勝ちで、ここ負けております。負けてるところもちゃんとわかりますが、勝ってるところ、この感覚わかりますよね。ついてるところがかなりいいところでついてるっていうのがわかります。ということで今回ね、イソリで取りましたんで、ペアチェンジがうじゃうじゃして邪魔ですよね。立ち上げた時はこんな感じになります。ここのですね、普段はこの左寄りにあるこのペアチェンジ、これ消すんですね。今ちょうどね、表示中のインジケーターを開いて、これちょっと一個ずつこれ消すっていう作業をやります。こんな感じで消すんですね。この表示中のインジケーター見ていただいても分かります。これシンプルでしょ、これね。全然インジケーターが入ってないっていう状態。まあ、メインはね、シトラシードでございますので、別に他のインジケーターもですね、ただ表示してもいいんですけど、私意外とシンプルに見てしまいます。本日動きが大変よろしいので、取引しやすかったなという感じでございますね。ということで、まあ、ちょっと短めでございますが、まあ本日はですね、ビットコインの今回新プラットフォームでの取引やらせていただきました。それではまた次回お会いします。